弦を張る前に、各パーツの調整をしましょう。多くの場合、ペグの取り付けは緩めになっています。これは塗装を割らないようにするなど、製作時の理由があるのですが、緩すぎては音質的にマイナスです。角の緩みがないか確認しましょう。 時には木材の乾燥によって緩みが増長していることもありますペグナットを締めるのにはボックスレンチを使いましょう締めすぎると木材や塗料を割ってしまうこともありますので注意してください緩んだ状態から回し止まったところから 軽く締め込む程度で十分です。次に、ヘッド裏側のビスも締めておきましょう。このビスは木材をなめてしまいやすいので、慎重に締めてください。 ピンの穴をを滑らかに仕上げておきましょう。うリーマーマ使うと便利です。穴がきつめだったものは少し多めに逆に緩いものはこの作業をしないようにしてください。これまで不具合を感じていなかった楽器の場合力を入れずに軽く数回転させると ピンとブリッジの設置状態を向上させることができますサドルはアコースティックギターのサウンドに大きく影響しますここでは音質の向上を狙ってみましょうまず底面の状態を確認します底面にスケールを当て 面が出ているか確認してください。平らの出た板にサンドペーパーを置き、板に押し当てるように慎重に削ります。このとき、丸めてしまったり角度を変えてしまわないよう慎重に進めてください。 量を削るイメージではなく、あくまで面を出すというイメージで進めることが肝心です。音質を考えた場合、重要なポイントは、ブリッジとサドル底面がしっかりと設置することです。しかし、多くの場合、木材やサドルの角にバリ状のものが残り、 面が接しない場合がありますそこでわずかに角を面取りしておくことでしっかりと設置させることができますこのようにバリ取り工具や刃物を使って削ってやります スケールを使っても良いでしょう